おはようございます。関根和夫です。お元気ですか聖書の中のイエス様の言葉に、空の鳥をよく見なさい。種もまかず、借り入れもせず、蔵に収めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってください。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。 なぜ衣服のことで思い悩むのか、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく映画を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように襲ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから、 何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むなまあ有名な言葉です空の鳥をよく見てごらんなさいあるいは野の花がどう育つのかよく注意して見てごらんなさいというこの文章を考えさせられます今回、えー、雨が降るという予報だったのでこう一日と言いますかあの夜中に前倒しをして えー、星を撮るということとちょっと、あのーね、滝を見るというかそういうことのために乗鞍、あのー、の方に、えー、行っていたんですけれどうんまあカメラを趣味にするようになってから花や鳥を随分、えー、撮ったりしたんですが今回もうん山や 滝や星やそういうようなものをこう随分あの晴れてる間あー見てくることができました。素晴らしいなと思いました。でおそらくそのイエス様が「空の鳥をよく見てごらんなさい」とか「野の,の花がどう育つのかよく注意して見てごらんなさい」というそういうこのメッセージにはですねなんかこう その美しさを見直すという気づきばかりではなくて置かれたところで自由に咲き自由に生きているという、まあ、そういう花や鳥に心を向けて必要以上に自分の中に,中に不安や心配を抱え込まないようにというメッセージがあるのだと思います。で今回私つくづく感じたことがあるんですけどもその自然の中に 自然と共に生きるを喜ぶといいますか置かれていることを喜ぶというまあそれが本当に大事なことなんだろうなと思ったんですよね鳥や花やそういう生き物は本当に淡々とそれそのものとして生きているというか他のものになろうとしないもうそれそのものとして生きているその土地で。 えー、それそのものとして生きているという、まあ、これがねなんかすごくこうああその潔さっていうのは人間はあんまりないかもしれないなと思ったんですよね。人間ってなんか変わろうとするしもっと良くなりたいというふうな思いがあるまあそれ自体は悪いことじゃないんでしょうけれども別に人間をやめたいとは思ってないとは思いますがでもなんかどっかに「もう嫌だもう死にたい気持ちだ」 とかね、そういういようなことってありますよ、ね、でそれを言ってるのは生きている生かされている自分だということなんですけれどもまあでもとにかくこうそのものそれそのものとして生きる潔さっていうか、うん、木は木としてそこにボーっとこうね生えている花はそこに花としてそこに えー、背が低いものもあるし高いものもあるけれどもまた色もいろいろだけれどもそこにそれそのものとして存在しているなんかそれがとってもなんかうんなんて言うんでしょうねこう神様が置かれたところにのびのびそこでこう生きるっていうかうんまあ生かされて生きている ということを深く知るというかまあ花がそれを本当にそれを自覚してるかどうかっていうのはよく分かりませんけれどもでも何かねすごくそういう,こうそれそのものとして生きるその潔さを持って自然の中に自然と共にこう美しいものをいっぱい見せてもらいながら感じさせてもらいながら生きていくということになんかとても憧れに近い。 そんんなものをちょっと感じたんですよねまあ今日は雨、まあ、雨もまたよしと言っていられるほどのんびりした雨ではなく洪水をもたらしたりいろんなことがあるわけですけれどもでもいろんなことがありながらもとにかく精一杯その日その日それそのものとして生きる生かされているからこそ生きるという姿勢を 失いたくないなと思った次第ですどうぞ元気でいてくださいそれじゃあまた